高木慎吾は山梨県中央市出身。日本の男性プロレスラー。本名、高木慎。現在は内藤哲也率いる新日本プロレスの反体制ユニットロスインゴベルナブレスで8本の一員。血液型大型。フリー。三人兄弟の末っ子として山梨県の中駒郡で生まれる。少年期の高木は友人に言わせると、 ジャイアントクレヨンしんちゃんを足して2で割った性格という自由奔放な性格であり、機械が苦手でゲームを好まない一方で友達と野球やサッカーを行うなど外遊びが好きであった。子供の頃は夏でも冬でも一年中ずっと半袖半ズボンで過ごすというポリシーがあった。小学生時代の高木は朝早く登校すると、修行までの間に相撲大会を開き自分が常に 優勝を貸しさらう2年生から始めた少年野球では代打の切り札として活躍するなどスポーツで後にプロレスラーとして発揮する能力の変鱗を見せた何かと負けず嫌いであり勉強が苦手で小学校のテストで10点から30点しか取れなかったので先生からたっぷり叱られそれで負けん気に火がついて勉強を頑張り漢字テストで満点を連発して クラスで成績一位になり、周囲を驚かせることもした。強くなりたいという願望は、子供の頃から持っていたが、喧嘩好きというわけではなく、むしろ争い事は嫌いであった。しかし、目立つ存在であったため上級生から目をつけられることがあり、父親からは、先に手を出すなと言われたが、その代わり、先にやられたら、倍にしてやり返せ。喧嘩には、 絶対負けるなと言われていた。中学校入学後、野球部に所属する傍らで、週に怪獣道の道場に通った。もともとプロレスには、興味があったがのめり込むほどではなく、当時プロレスラーという認識があったのはアントニオ猪木やジャイアントババくらいであった。だが、バラエティ番組に頻繁に出演する、大仁田敦史を見て、一番知名度がある、プロレスラーという認識が強くなり、 中学一年生の時にレンタルビデオ店で借りた、大仁田 VS、天竜源一郎の、ノーロープユーシテス戦火な網電流爆破でスマッチを見て、男の目指す最終地点はここだと思うようになった。本人はこの時の様子を、大仁田さんの熱血ぶり、天竜さんの無敵のオーラに惹かれましたね。本当に二人ともかっこいいと思った。でも後から気づいたんですけど、 僕がビデオを借りた時にはすでに大仁田さんは引退した後だったんです。それで、ますます伝説のプロレスラーだと思いました。でも、大仁田さんは、今でもたまに試合していますよねと話している。中学校の進路希望アンケートに、新日本プロレス、全日本プロレス、FMW と記載するようなるほど、プロレスラー志望が強くなったが、さすがに、親の反対にあい、普通に、 高校進学することにした。山梨県立市川高校在学中は柔道部に所属。柔道の道場でもプロレス技を練習するなどプロレス好きは相変わらずであった。首相を務めて関東大会出場を果たした。しかし全国大会には出場していないので高校2年生の時に父親から柔道でインターハイも行けないのにプロの世界はそんなに 甘いもんじゃないと忠告されたこともある。卒業後は、アニマル、浜口レスリング道場に通いながら、肉体作りを学ぶためトレーナー専門学校に進学し、肉体作りに必要なトレーニング理論を学んだ。専門学校に入学したのは、プロレスで挫折しても普通に働くことができるように、学校へ行けと父に勧められたためであり、アニマル浜口道場の存在は、 高校の担任にどうやったらプロレスラーになれるか知りたければ図書館で調べて来いと言われて実際に本を見つけて調べたことで知った。アニマル、浜口道場時代は7 6ラムの体重を過食により1 5 0ラムを超えるほど増やし、その後体を絞るための目標としてボディビル大会に出場したが納得のいくような結果が得られなかったといった経験をした。 ボディビル大会に関しては、翌年にもう一度チャレンジして優勝を果たしており、またレスリングの大会でも結果を残している。浜口道場時代にはまた、内藤哲也、海、上田シトなどと共に過ごし、スパーリングも行ったことがある。新人時代アニマル浜口道場で3年間を過ごした後に、ドラゴンゲートに入門。21歳の時に、 登竜門の試合を見るまで登竜門の存在は知らず、登竜門との出会いについては、後年、正直、興味はありませんでした。初めて見てなんだこれは。と、今まで見てきたプロレスとは全く違う空間が広がっていたんですよね。衝撃だったというか、見るものを引きつけるものがリング上に広がっていました。会場の雰囲気も良かったというか、それで思ったんです。 自分もこの空間の中に入りたいな、と、高木は10回している。同期に、BB ハルク、戸沢明、カツオがいた。東流門に入門した当初練習生は、ウエイトトレーニングを禁止されていたが、合同練習が終わった後などで隠れてジム通いを行っていた。すると、たまたまそのジムで、ドン・フジーと会って、そこで訳を説明し、以来ウエイトトレーニングを許され、 シーマに頼み込んで、ミッドブレスに通わせてもらうなどした。入門から半年後の2004年10月3日、博多スターレーン工業におけるタイ、近藤修司、ブラザーヤッシ、菅原拓也戦でプロレスデビューした。高木のパートナーは、シーマ、タルであった。デビュー戦について、高木は後に、あの時はボコボコにされましたね。こんな試合を、 年間200試合も続けるのかと気が遠くなった。でもこんなところでくじけてはいられない。畜生、やってやる。って思いはありましたよ。と振り返っている。旧東流門ジャパン勢中心の同団体からデビューした初の新人レスラーであったが、鍛え上げられた体育は新人離れしており、デビュー1年後の2005年には、も月づきしの持つドリームゲートに挑戦。 年末のキング・オブ・ゲートでもベスト4まで勝ち上がるなど団体のトップレスラーに駆け上がった。試合後のインタビューの最中に、では、トレーニングに行きましょう。と言い出すほどの筋肉バカキャラで入場時には曲に合わせてマスキュラーポーズなどを披露している。2006年5月からはドラゴンゲートから離れ無期限の単身アメリカ修行をし、7月の 神戸ワールド記念ホール大会に一時帰国し、吉江豊と対戦した。遠征先での怪我でしばらく休んでいたが、9月半ばより、アメリカでのリングネームを、高木慎吾から慎吾と改名し復帰。2007年4月17日の高楽園大会に、突如現れ、BB ハルク、サイバーコング、ヤマトとの新ユニットニューハザード結成と5月からの、日本マット完全復帰を宣言。 4月28日に森島武氏が持っていた老世界ヘビー級王座に挑むも敗北した。同年7月の神戸ワールド記念ホールでは BB ハルク、サイバー、コングと共にオープンザトライアングルゲートを奪取した。同年11月にガンマを下してシーマの持つオープンザドリームゲートへの挑戦権を獲得する。大阪府立体育会館でシーマと激闘を繰り広げるが、 最後はシーマのホルヘコンプリートの前に敗れた。2008年4月17日の後楽園ホールで5月の愛知県体育館大会で行われるマスカラコントラカベジェラカナーミエスケープマッチでハルクが坊主にならないことを条件にハルクダンスを踊ることをサイバー、コングと共に公約。5月14日の後楽園ホール大会では公約通りダンスを踊ったが ダンスの途中でハルクに攻撃。衣装を脱ぐとしたには、ニューハザードカラーの赤ではなく、マッスルカラーの青のコスチュームを身につけていた。この試合でサイバー、コングと共にマッスルアウトローズと決託し、リアルハザードとしてヒールターンした。その後、高木は、ハルクとドリームゲート王座時期挑戦権をかけて、シングルマッチを行うも、死闘の末、 ドラゴンゲート史上初の60分時間切れ引き分けという結果に終わる。さらにドリームゲート王者であるシーマが怪我の悪化のためベルトを返上することになり2008年7月27日の神戸ワールド記念ホール大会でドリームゲート王座をかけて再選が決定した。オープンザ・ドリームゲート王者へ年間最大大大会である神戸ワールド記念ホール大会のメインを 同流門時代を経験していない、新世代同士が戦うという異例のシチュエーションの中、35分を超える激戦を繰り広げ、ついにドリームゲート王座を体感した。しかし試合後、リアルハザードのメンバーたちと言い,い争いになり、ユニットから追放されるが、ドラゴンキット、斎藤良良台風運に共闘を呼びかけられる。難色を示したが、アンソニー W。 森の張り手と罵倒によりしぶしぶ共闘していくことになった。この試合で右肩を負傷し、本来ならば欠場してもおかしくない状況であったが、負傷を公表することなく、無理を押して試合に出場し続けた。そのため、ドリーム王者時代が一番苦しい時期であったと、本人は後に振り返る。2008年8月31日の博多スターレーン工業で、 サイバーコングを相手にドリームゲートオザ防衛に成功。これは初防衛となった。試合後、ワールドマイナス1入りを谷崎直樹に打診されるが、改めてタックリーグで組んだドラゴンキットの所属する台風フ入りを宣言。しかし、シーマと横須カトールはこのことを帰国するまで知らされておらず、高木自身も我せず的な態度を示したため、 台風雲内での亀裂を生んだ。9月28日の福井大会で、新人時代に挑んで敗北した高道の奥と、ドリームゲート王座をかけて対戦し、王座防衛に成功。11月16日の大阪大会では、同じ台風雲に所属する横須賀ールとドリームゲート王座のタイトルマッチを行い勝利するが、行き過ぎた自己中心的な発言の数々が原因で、斉藤亮に、 台風追放を言い渡された。キング・オブ・ゲート2008は、高みの見物として、不参加。12月28日の福岡大会において、同大会で優勝した、同井刺激を相手にドリームゲート防衛戦を行うも、マスキュラーボムの前に敗れ、王座陥落。神風結成2008年12月19日に、岩佐拓、戸沢と、新ユニットを結成すると、発表。 2009年1月11日に、キットが加入し、新ユニット、神風を立ち上げた。2010年5月の両国国技館大会で、復帰した、サイバー、コングと組、シーマとガンマの持つオープン雑ンゲート、統一タク王座に挑戦し、見事にダッシュする。高木も、一時期のスランプから完全に抜け出すことに成功した。7月のワールド記念ホール大会でハルクとカベジェラ。 戦を行い勝利したが、右肩を負傷。12月26日の福岡国際センターで、オープンザツインゲート統一タッグ王座敷挑戦者チーム決定3ウェイタッグマッチを、サイバー、コングと挑むが、敗戦、さらに右肩の負傷を原因に一時戦線離脱した。2011年3月1日の後楽園、ホール大会で行われた神風とブラッドウォーリアーズの、 敗者復活サバイバルイリミネーションマッチ3対4で、ヤマトに4人目として呼び込まれ電撃復帰。キングオブゲート2011は、初戦で、もち重きに敗れるが、もちき軍に入ることを決めた。しかし、因縁のあるハルクとタックを無理やり組まされるなど、タックとしても成立しない場合が多く、結果ハルクはヒールターンした。ユニット解散後は、 どこにも属さずにヤマトと二人で試合を行い、敗戦が続くなどスランプに陥っていたが、後輩である、富永千博氏に、勝ち急いでいると目覚めさせられ、2012年4月に、ヤマト、富永、三代目超新流と、新ユニット、赤月赤月を結成した。7月にヤマトとのタッグで、オープンザツインゲート統一タッグ王座を奪取。12月23日福岡国際センターで、 王者、シーマ、挑戦者、高木、ハルクというオープンザ・ドリームゲート3ウェイマッチに挑戦。ドリームゲートでは初の3ウェイマッチだった。破れはしたものの、新世代の意地を見せた。2013年5月には再びツインゲートを獲得したがこの頃からヤマトと衝突を繰り返すようになり、6月の戸沢、 ハルクとのタイトルマッチでついにヤマトに裏切られ、王座を失った。しかし7月には、オープンザ・ドリームゲートに挑戦し、シーマを破って2度目のドリームゲート体感を果たした。15度の防衛で、長期政権を築いていたシーマを破ったこの試合は、新時代の扉を開いたと評された。不審反撃しかし直後の8月1日に、因縁のヤマトが加入した。 マット・ブランキーと高木が率いる赤月との間で、ユニット解散マッチが行われ、敗退した赤月は、解散に追い込まれた。さらに8月23日にはヤマトに敗北し、防衛例で、ドリームゲート王座も失ってしまった。高木自身、天国から地獄と述べている。その中で、マット・ブランキーを追放された戸沢と共闘をはじめ、さらに、戸沢と行動を共にした。 ウーハーネーション、ワールドマイナス1インターナショナルの解散により、吉野正人、シャチホコボーイ、リコシェも加わり、10月に6人で、新ユニット、モンスターエクスプレスを結成した。12月には、戸沢と組んで、ヤマト、ドイシゲキから、ツインゲート王座を奪取し、因縁のマットブランキー勢に、ようやく一矢報いた。その後2014年に入ってもツインゲート防衛を、重ねている。 狙われた、高木慎吾2014年7月には、試合に敗北し、パンチパーマになった、富永千広氏をおちょくったところ、富永が逆上し、パンチ、富永となって、マット・ブランキー入り、新たな因縁が勃発した。BB ・ハルクとの死闘11月23日、ハルクと富永の試合後に乱入、勝手に襲いかかってきた富永を一周し、ハルクの持つ、 ドリームゲートに挑戦表明する。そして12月28日、高木は福岡国際センターでハルクと死闘を繰り広げるが、ハルクのファーストフラッシュで敗北。ハルクとのシングル戦では4度目の敗北になった。モンスターとの決別から、新ユニット結成へ2015年8月16日に、オープンザ・ドリームゲート・オザの3度目の退官に成功。それと同時に不況は温の続いていた。 モンスターエクスプレスから孤立。8月30日解散したマット・ブランキーの残党と結託。9月23日に新ユニットバーサックとして本格始動。4度目のオープンザ・ドリームゲート王者。金網サバイバルマッチ2016年2月14日、博多で進むにドリームゲートを奪われるが、3月6日に進むからドリームゲートを奪い返し、 バーサーク強制離脱を免れた。しかし、2月14日の対進スス戦で、ヤマトの使用攻撃が誤爆して、以来、ヤマトと仲間割れする。3月6日にドリームゲートのベルトを奪い返した後にバーサークメンバー全員と握手を交わすが、それでもヤマトとは仲直りができなかった。そして、3月21日に、斎藤、ジミー・リとの初防衛戦に勝利した後は、 完全にバーサーックは高木派と大和派に分かれてしまうと、5月5日の愛知県体育館大会でバーサーックのメンバー同士による金網サバイバルマッチが決定。5月5日、愛知県体育館大会メインの金網マッチにて、大和派にいたどいと谷崎が裏切り高木派と決託。最終的に大和はエスケープに成功するも、ユニットから大和を追放した。7月24日、 ヤマトとドリームゲート戦を行い、ドリームゲート王座を失った。2018年、全日本プロレスのチャンピオンカーニバルに出場。開幕戦で、当時の三冠王者であった宮原健人を破り、自分よりも、はるかに体格が、大きい対戦者たちにも一歩も引かずに戦い、ブロックに痛たいと奮闘したい評価を得た。2018年7月22日に、 吉野正人の持つオープンザ・ドリーム・ゲート王座に挑戦するも敗北する。2018年9月9日の仙台大会終了後に10月8日、博多スターレーン大会にてドラゴンゲートを退団することを発表する。2018年9月24日、大田区総合体育館でのカイトのシングルマッチを行うが敗北する。10月7日、博多スターレーン大会で、 同期で幾多もの名勝負を繰り広げたライバル B、B ハルクと対戦し敗北。14年間所属した、ドラゴンゲートのマットを降りた。2018年2018年10月8日、新日本プロレス両国大会に登場し、内藤哲也から、ロス・イン・ゴベルナブレスでハポンの新メンバーと紹介された。11月3日、大阪府立体育会館にて武士特務。 ジュニアタックリーグの決勝戦3ウェイに挑むも、金丸組が六本木 3K に敗れたため優勝を逃した。2019年1月4日、東京ドーム大会で金丸吉信エルデスペラードの放置する IWGP ジュニアタック王座を奪取し、第58代王者組となる。2月3日、北海道立総合体育センターで行われた。 IWGP ジュニアタック選手権試合では、挑戦者組の金丸デスペラード組との一進一退の両者譲らぬ攻防の末、18分4秒にリベリオンで金丸をピンホール。第58代王者組が初防衛に成功。しかし3月6日、大田区総合体育館大会で初うに武士が 3K でピンホールを奪われ敗北。同王座から陥落した。 5月13日より開幕したベスト・オブ・ザ・スーパージュニア26では初出場ながら A ブロック9戦全勝で優勝決定戦に進出。しかし6月5日に両国国技館で行われた優勝決定戦ではミル・オスプレイに敗北し準優勝に終わる。7月6日より開幕した G1 クライマックス29にもエントリーしジュニアヘビー級ながら矢野2 大地、石井智弘、後藤博士大を倒して4勝を挙げる。また、最終公式戦後に、ヘビー級転向を表明した。2020年大史上初のネバー無差別級、タイトル2冠、王者2020年1月5日、東京ドーム大会の大礼試合で、ガントレットマッチ方式で行われたネバー無差別級6人、タック選手権試合に、エビル、ブシと組んで勝利し、 ネバー無差別級6人、タッグ王座を奪取。翌6日のオ田タク総合体育館にてエビルと組んで、石井智弘、後藤博士大木とタッグマッチで戦い、5日にネバー無差別級王座を獲得した後藤を、高木式 GTR から、ラストオブザドラゴンで沈めると、マイクで、ネバー王座への挑戦及び同タイトルの価値の向上を、高らかに宣言。2月1日、 北海北エールで行われた、ザニュービギニングイン札幌で後藤とネバー、無差別級王座のタイトルマッチで対戦。互いに一歩も譲らない、打撃戦を展開し、久々にステードリームを繰り出すなどして、後藤を追い込むも、後藤の焦点、改めを浴び、さらには頭突き合戦でペースを掴まれる。しかし成長 GTR を切り返しての、メイドインジャパンで再度流れをつかみ、最後は、 ラストオブザドラゴンで解消しネバー無差別級王座を初挑戦にして初体感した。なお、これが新日本における高木のシングルタイトル初体感となり、加えて高木はネバー無差別級6人タッグの王座を保持していたため、史上初のネバー無差別級2冠王者となった。2月20日、後楽園ホール大会で石井智博を相手に、 ネバー無差別級王座の防衛戦を行う。エルボーや逆水兵、ナディアット、バックドロップなど、古典的な技の応酬で体力を削り合い、途中で、石井の雪崩式、ブレーンバスターを受けて窮地に追い込まれるも、最後は垂直落下式、ブレーンバスターを、高木式エボで切り返すと、高木式、GTR、パンピングボンバーと畳みかけてから、ラストオブザドラゴンで、ピンホールを取り、 初防衛に成功。6月22日に行われたニュージャパンカップ2020の1回戦で初と対戦。序盤から気迫のこもった白熱の展開だったが最後は初のショックアローが決まり1回戦敗退。7月25日、愛知県体育館でエルデスペラードをシリーズケネ無差別企王座を防衛。愛しさと切なさと心強さが お前らには足りねえんだよ、とコメントを残した。7月31日、エビルのバレットクラブ加入を受けて、ネバー無差別96人、タッグ王座は返上となり、第21代王座決定トーナメントに、星、サナダと共に出場。8月6日、1回戦にて、鈴木実、エルデスペラード、同期組と対戦し勝利。この試合で、鈴木みとの交想が始まり、 明治神宮野球場大会にて、ネバー無差別企業王座のタイトルマッチが決定した。8月8日、準決勝にて、岡田和地か、矢野通、諸組と対戦し、武士のリングアウト負けで敗退した。8月29日、明治神宮野球場にて、鈴木実とネバー無差別企業王座をかけて対戦。一進一退のバチバチファイトを鈴木が制し、高木は王座から陥落した。 9月 G1 クライマックス30に出場。試合は4勝5敗と負け越したものの、後に優勝するイブシコータに勝利したり、岡田和地下との初シングルで凄まじい戦いを繰り広げたり、最終戦で鈴木実へのリベンジに成功したりと好勝負を連発した。11月7日 G1 で鈴木に勝利したことから、ネバー無差別級王座へのダイレクトリマッチが決定。 試合は18分56秒ラストオブザ、ドラゴン片エビがためで勝利。第31代王者に返り咲いた。11月15日、ワールドタグリーグにサナダとのタックでエントリー。IWGP タッ王者組に勝利するも、藤沢大会でデビッド・フィンレイ、最終戦福岡大会でジェフ・コブからフォールを取られてしまう。結果5勝4敗と好成績を残すもリーグ敗退と、 なった。その後、12月11日の日本武道館大会にて、サナダとのタッグで、エビル高橋博士二郎に勝利後、ジェフコブが現れ、ツアーオブジアイランドを食らってしまい王座挑戦をアピールされた。2021年1月5日、東京ドームに連戦2日目の第3試合にて、ジェフコブを相手に王座防衛に成功する。翌6日、次期挑戦者に、 棚橋博士を指名。そして1月30日の愛知県体育館大会でタイトルマッチが決定した。また、これが棚橋博士との初シングルとなった。1月30日、愛知県体育館にて棚橋博士とのタイトルマッチを行う。35分超えの死闘を戦うも、最後はハイフライフローに破れ王座から陥落してしまう。3月。 ニュージャパンカップ2021にエントリー。1回戦で2度優勝経験のある岡田和地か、2回戦で3度優勝経験のある後藤博大王準々決勝で第1回ニュージャパンカップ、USA 優勝のケンタ、準決勝で前年度優勝のエビルを立て続けに倒していき、初の決勝進出を果たす。そして決勝戦の対戦相手は、過去2度シングルで激突した。 ミル・オスプレイに決まった。決勝戦ではこれまでのシングルマッチをさらに超えた、ハイレベルな攻防を繰り広げるも、最後は、ストームブレーカーに敗れ、準優勝に終わった。4月4日、第2代 IWGP 世界ヘビー級王者となった、オスプレイに、次期挑戦者に指名された岡田和地下が喋る寸前に、リング上に乱入し、準優勝かつ、岡田を倒している自分こそが、 挑戦者にふさわしいとアピール。この結果、5月4日の福岡大会にてオスプレイと高木のタイトルマッチが決定し、5月29日の東京ドーム大会でオスプレイ VS 高木の勝者が岡田を相手に防衛戦を行うという形に正式決定した。5月4日、福岡国際センターにてオスプレイを相手に IWGP 世界ヘビー級王座初挑戦。 オスプレイと対戦。試合は44分を超える壮絶な戦いを繰り広げるも、最後はストームブレーカーで敗北。王座大観とはならなかった。6月7日、大阪城ホールにて、岡田和地下と第3代 IWGP 世界ヘビー級王者、決定戦を行い勝利、念願の IWGP 王座初大観を果たす。七月十五日、東京ドーム大会で、 棚橋博士を破り初防衛に成功。試合後にはエビルに襲撃され、9月5日の西武ドーム大会での王座戦が決定した。8月に新型コロナウイルスに感染していたが9月5日に復帰予定。荒々しいパワーと足の速さを生かした真っ向からの突進ファイトが心情だが、要所で巧みな切り返しを見せたり、時として相手の技をそのまま。 あるいは自己流にアレンジして放つなどといったテクニックも持ち合わせている。どんな相手も強引に持ち上げたり投げたりする荒技が多いが上半身も下半身も強いため安定感やバランスがある。新日本プロレス参戦当初はジュニアヘビー級であったが他の選手の追随を許さない圧倒的なパワーで8ヶ月もの間無敗を誇った。なおトップロープに上げる。 高木式 GTR は高木式 GTR 会となる。ありがとうございます。